CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日もじっくり学ぼう政治の哲学、藤井聡先生とともにお送りしていきたいと思います。藤井先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、今回のテーマは、はい、今回のテーマはですね、前回まではやっぱりこうちゃんとした真っ当な政治をするためには鉄人がええねんけど、まあおらんし、まあ代議制でやりましょう、はい、ちゃんとした人をまあ選びましょうという話なんですけど、はい、これ選ばれた後、これ一人だじゃないですか、はい、みんな選ばれてこう会議中がこう議論するわけですよね。国会であったり地方議会であったりと、はい、議会でこう議論をすると、その時の議論のマナーの話ですね、はい、議論のマナーで、これあの鉄人当時で一人やったらまあ簡単ですよね、はい、こう自分一人で決めてったらええわけですから。でもそんな人がいないので、みんなで議論をしながらこうやっていこうと。でその時にあの真っ当な議論と真っ当でない議論っていうのがこうあるんですね、はい。真っ当な議論とは何かということに関しても、これやっぱり哲学でいろいろな、あの、それこそあの議論が重ねられてて。で、そこの一番教科書的な典型的な方法が、弁証法というやつなんですね、はい。で、これは要するにですね、あの、これヘーゲルが、あの、まあ、言った弁証法が一番有名な、はい、あの、いろんなバージョンの弁証法ってあるんですけど、まあ、ヘーゲルの弁証法が一番有名なんですけども、あの、これは要するに議論で大体僕はこう思う。ね、TPP 反対やとか賛成やとか何でもいいです。増税ああやとかこうやと。そんな、こう、中小企業対策どうやこうやと。まあ、いろいろありますよね。はい。その時に、議論っていうのは普通、僕がええやって言ったら、そうや、ええや言ったら、うん、そうやね。終わるわけです。はい。だからこれ議論にならない。で、議論になる時っていうのは、ええや、あ、僕もあ、そうか。僕は C や。僕も C や、あ、そうや。僕は D や。僕は F や。え？お前 F なんかと、こう、この時に議論が始まるわけです。はい。で、その時に、だから D と F、ね、こうなった時に、どうするかっていう時に、じゃあなぜ F なんだとか、いや、僕はなぜ D だと思うかと、こう議論をしていくわけです。はい。で、ずっと議論していくわけですけど、それは通常ですね、こっちから見ると、こっちが、僕が言ってる、まあ D と F やったらね、あの、命題。これ命題って、命の題というか、命題と。こっちの人を、これ反命題。こう言って、これ、あの、カタカナっていうか、まあ、あの、カタカナで言うと、テーゼなんですね。はい、こっちが、アンチテーゼってことなんですね。命題、反命題、あの、テーゼ、アンチテーゼ。で、こっちから見たらこっちがテーゼとこっちがアンチテーゼ、ね、はい、当然ね。こう、まあまあ、テーゼとアンチテーゼがあって、こう、はい、D と F がこう、なんか、なんやかんやと。これで、なんやかんや、なんやかんや、で、なんやかんや、なんやかんや、で、終わり、みたいなやったら、これ、何も起こらんわけですよ、はい。で、大体ですね、基本的に第二性統治での前提は、ここに鉄人の要素が入ってるはずなんですよ。はい、こっちにも鉄人の要素が精神の中に入ってて、だから D という意見の中に鉄人から見た上での一理があるはずなんですよ。で、F のところにも鉄人から見た一理があるはずなんですよ。で、どっちも鉄人の要素があるということは、最終的に真理を目指している、はい、真善美を目指しているということは、複数の真理っていうわけじゃなくて、ある種特定の状況の中では、なんか一つの答えがあるはず、はい。で、これ答えっていうとややこしいんですけど、こっちがええやろうって話です。あの、簡単に言うと、どうやるのがええかなと、はい、こっちがええかな、で、こうやった方がええかなっていう感じです。だから、真理に到達するなんていうと、これはもう宗教家でもないので、はい、まあ、難しいんですけど、うん、まあ、ちょっとでもええやん、みたいな。まあ、当然ながら結果はまた別ですけどね、あの、確率的要素が入りますから、これをやったとて、99% 大丈夫だと思ってやったけども、1% なんかこうダウトだったっていうことですから、はい、あの、結果はまた別なんですけどね。あの、この状況の中では、まあ、正しい見込みが高いだろうっていうような程度のものって、まあ、あるわけです。はい。そのことも、まあ、これはあると考えようと。と、こっちもこっちも思ってて。だから、ある種、よう話してたら、同じところを目指してるはずなので、はい、歩み寄れるはずなんです、うん。歩み寄れるというよりも、実は歩み寄るというよりは、こっちにある美点。僕から見た、テーゼに含まれている僕の鉄人性から見た美点。こっちの鉄人性から見た美点があって、その話してるうちに、ああ、こういうことかと。そしたら、これとこれをこう合わせたような、どっちの美点も含むような、こんなんどうええって言って、そしたら、おう、ほんまや、それやったら、いけてるやんけ。こうなるわけです。うん、はい。これが、アウヘーベン。アウヘーベン。アウフヘーベン。アウフヘーベン。こうずっと議論して議論して、ずっと何やかに、どっかでポンとこう出てきて。はい。で、これがジンテーゼって言うんです。ジンテーゼ。ゴーって書いたりとかするんですね。うんうん、まあ、とにかく、テーゼ、アンチテーゼ、で、ジンテーゼ。ジンテーゼ。こう、できるんですよ、うん。で、ここはポンっていくんですよ。これなんかこう、ちょっとずつとかじゃなくて、うーって溜まって、パカッとこう、なんかこう、ずっとの、ああみたいな、
ポンポンポン、チーンみたいな、一休さんみたいなこと、はい、チーンみたいな、はい、チーンみたいな、それで何やがや何やがや、こうなって、殴ったろか、こらーって、ああ、こうやんけ、あ、そうや、そうや、ほんまや、ほんまや、こうしてよかったんや、みたいな、はい、これが弁証法なんですよ。弁証法。で、これが、アフヘーベン、うん。あるいは漢字で書くと、しようって言うんですけど、この塩は止まるにあげるとか。はい、これが、ヘーゲルが言った弁証法で、きちんとした議論をする人っていうのは必ず、鉄人性でもって、まあこれ理性とか、あるいは道理でもいいですけど、はい、鉄人性でもって、それに基づいて何か意見を言ってるはずだから、はい、話せばわかるはずなんだ。だから、ヘーゲルの弁証法っていうのは、日本人的な話せばわかるみたいな、非常に近い考え方なんですね。これが、まあ、大義士がやらなければならないことなんですよ。はい、うん、で、当然、それが正しいかどうかっていうのは別であったりとかしますけど、はい、どっちもの案が含まれるわけです。例えば、こんな、一番わかりやすい例やったら、例えばこんなんがあって、規制緩和がいいのか、規制強化がいいのか。はい、で僕は、まあ、規制強化がいいと。こっちは規制緩和ある特定のこと、はい、で、何やかんや議論してて、でも仮にこいつが単なる、いわゆる、自分の私利私欲のためとか、はい、あるいは誰かに雇われて言わされてるとかじゃなかって、はい、こいつの中に理性があって、その理性に基づいて言われてる意見であったとしてですよ。ほんで、こっちもそうやってこう、何かって、あ、なるほどなと。デフレの状況においては、規制を、強化した方が良くて、はい、インフレの時には規制を緩和した方がええねんな、はい。そうか、そういうこっちゃなと。ほ、うん、で、俺とお前の違いは、デフレかインフレかっていうことの、まあ、その解釈が違ってて、はい、そのデータをちゃんと調べたら、うん、俺らの議論って決着つくよ。じゃあそれちょっと調べてデフレ、あ、な、今デフレやんか。そしたら今藤井の言うてる通り、あ、そうやなと、うん。で、俺の話が終わったら、自分が言うてるようなインフレの時はこうそういうふうにやったら、そうや、うん、そういうこっちゃな。いや、もう結構ボロくせてごめん、みたいな感じで。いや、もう、いや、もうなかなか立派なやつやと思っててんけど、みたいな。なるほど。これが真っ当な議論で、はい。それをみんなでやるための場所が国会であり、議会なんです。はい。これをやらないのは、だからこれはもう議会に対する冒涜なんですね。で、どんなやつがこれ、あかんのかというとですね、はい、とにかく意見変えんと、誰かに雇われて何か言ってるやつとか。とか自分の人生これずっと言い続けてきたから、もう引くに引けへん。はい。昔それ言ったからそれちょっとかっこ悪いし言われへんとか。なんかもうそんなんで別の理由で、だから自分の道理に基づいて意見を主張してるんじゃなくて、なんか道理以外の、なんかですね、はい。これは要するにプラトンの言う縁で言うと、はい、欲望が、俗情側ですよね。はい、俗なる情念側に基づいて言われてる意見は、これはもう全然アウヘビアンはこうできない。はい、なって、うん、でそれをこうみんなでやってったら合議の地位ですから、はい、どん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 みんなでやったら一人一人は弱いかもしれないけれども鉄人レベルは低いかもしれないけど、みんなで一生懸命議論したらものすごい鉄人のレベルに行くことができるよね、はい、っていうのが、まあ、これが大義政統治論の肝なんです、はい、だからちゃんとしたやつを選ぶっていうことと、うん、ちゃんとした議論、大義士はちゃんとした議論をするっていうことも、まあ、すごく大事になってるんですね。いや、今僕ずっと話聞きながら地方議会にいた時を思い浮かべてたんですけど、まあ自分で言うのもなんですが、僕たちは無所属ですって言ったので、別に党の支持ってないんですよね。その時その時課題をして、それが市民にとっていいのか悪いのか、国益にかなうのかかなわないのか、それで議論をするんですけれども、まあある党の方なんかはもう党でこう決まってますと、議論にならないんですよ。もう党でこうなんでと言われちゃうと、もう完全にそこで思考停止が起こってるわけで、いや、ある意味そこで我が党はこれこれこうだからこうなんですって言えばまだ議論になるかもしれませんけど、はい、そこはもうね、だからそこら辺がやっぱり噛み合わなかったところなのかなと思います、うん、だからそうなると、だからまあ議会に対する冒涜になってるんですね、はい、ですから本来は議場に入るときにはそういうことはしませんとかって宣誓したり、うん、こうなんかおじいちゃんとおばあちゃんのことがご天道様に顔向けできるように今日は議論しますみたいな感じで、はい、こうなんか鳥居かなんか作っといてですね、うん、こうちゃんとこうお天道様にちゃんとやりますって言って入るような仕組みとか作っといたら、なるほど、ええぐらいなんですけどね、うん、本当だったら、うん、そうなってくると本当にやっぱりね、選ばれた人間っていうのはそこの辺の感覚をしっかりと持ちながら、そうなんですよ、ヘーゲルの言うところの弁証法をうまく使って、そうなんですよ、ね、ここの合意点をしっかりと見出していく、握手ができるところをこうみんなで探していくということなんですね。でそれでそれを望む時のマナーっていうのは当然ながらお天道様にこう望むっていうことですし、より良い、この状況下ではより良い答えがある。先ほどおっしゃった言葉で言うと、こうやった方が国益にかなう見込みが高いんじゃないかとか、そんなんですよ。真理っていうのはその程度話ですよ。はいはい、国益にかなうんじゃなく、この方が庶民に
にとって良くなるんじゃないかっていうふうなことを、それを目的とすること、はい、これが第一マナー、うん、と第二マナーで重要なのは自分の無知を自覚することですね、はい、でそれは自分だけじゃなくて自他の、はい、彼のことを 100% 信用するわけでもない、自分のことも 100% 信用するわけでもない、だから議論が起こる、はい、もしも自分が絶対正しいんだと思ったらそこで単に潰すだけなんです、はい、お前アホやから俺のことひどいよお前潰すだけなんです、あるいはこっちが絶対正しいこっちがバカだと思ったら、はい、教えてくれます、あそうですか、あ勉強になりました、あ今度それでまた拡散しておきますみたいな話にこう、はい、もう言うときますみたいなことにこうなるわけですから、こう自他の議論をするときは自他の無知をし、で、はい、これはあの議論のときはそうですけど、学ぶときはまあまた議論とは違いますからね。ちゃんとこう話をきっちりと勉強して、はい、自分の中で咀嚼するっていうことが大事ですけど、生ものですから議論っていう。はい、そこでなんか一個のなんかこう作り上げるわけですよ。うん、こうなんとも言えないケーキがこう天使が通るみたいなもんですよ。はい、うまいこと言えない話ですけどね。でそれがこうチーンってやつですからね。ハグヘベーみたいな、ヘベーみたいな、こうなるわけですよ。はい、だからこの、ある種の謙虚さ、それと、ある種の、なんか、他が間違えてるかもしれないという、ある種の毅然さ、ある種の毅然さと、字が間違えてるかもしれないという謙虚さ、そして、正しいものを探すんだという、その誠実さ、はい、真摯さという、こういうものがやっぱり、議論に臨む人間において求められられる、まあ、態度なんですね、はい。そういうことをちゃんと教えていかないといけないですよね。はい、それはね、議員に限らず何かこう、みんなで議論するときとかも、一つ基本姿勢として大事なことかもしれませんね。だからよくあるなんか、ディベートが強くなろうと。あれも議論ちゃいますからね、はい、ディベートって強くなろうっていうのは、あれだってよく大企業なんかっていうのは、君は A やんね、君は B やんね、はい、議論しなさいって、はい。無理僕みたいな。はい、その、理性のもとで信用してるものでないと、はい、そんなんできないですからね。だからね、ああいう訓練はただ単に姑息な輩を生み出すだけであって、まあ、弁護士さんとかに何やったらええかもしれませんけれど、はい、弁護士さんはそういう意味で弁護士のやり方を政治に持ち込んだらあかんちゅうのはもうずっと昔から言われとるんですよ。政治に臨むときと弁護士の論理を変えなあかんわ。そういうことですね。弁護士のこと僕は軽蔑してるわけじゃなくて、変えへんかったら政治、その議会に入る資格ないんやで、ちゅうことは分かってもらわなあかんのになぁ、なんてこと思うこともありますね。はい。うん、全く同感でございます、はい。はい。今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。CGS をご覧の皆様に、謝罪とお知らせになります。9月末に発送予定しておりました、じっくり学ぼう日本近現代史、日本の近現代史の DVD を作成しておりますが、著作権上の問題が生じまして少し制作が遅れております。10月末に配送予定ということにしておりましたが、少しそれも遅れておりまして11月の後半に発送という形になります。待っていただいている皆さんには非常に、申し訳ないんですけれども、鋭意制作をしておりますので、今しばらくお時間をいただきましてお待ちいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。